バランスがいる。これは効く。はい、皆さんこんにちは、タートルです。腹筋やっても首や腰が痛い、お腹の脂肪を取りたいけど有酸素運動はめんどくさい、歩いたり走ったり時間がかかるし、そう思った方におすすめな、体幹が鍛えられて腹筋が鍛えられて有酸素運動にもなる、やじろう腹筋を紹介していきます。立って足を上げるだけです。めちゃくちゃ簡単なのにバランスがいるんで、体幹がしっかり鍛えられて姿勢が良くなる、お腹がへこんだ姿勢になれる、エクササイズ後の有酸素運動になる、メリットしかないです。バランスがいるんで少し難しいですけど、一緒に頑張ってみてください。今日も一歩前進しましょう。やじろ腹筋を効果的に効かすためにはウォームアップが大切です。まずは腰を振りながら体幹部分をストレッチしていきましょう。足肩幅で腰振るだけ。腰をね、右回し左回しって動かしてください。この時にね、腰がどっちか痛いよっていう人はね、筋肉がやっぱり硬いんで、しっかり動かしていきましょう。私の場合は右回しが硬い、ちょっと痛いって感じかな。OK、 今度は上体を反らして前かがみ、反らしたら前かがみです。繰り返し、腰のストレッチ、お腹のストレッチです。OK、 今度は片足立ちでバランスを取ります。体幹が鍛えられます。ちょっとむずいよ。はい、これでね、手足いろんな場所に動かしてバランス取ってください。30秒できたらもうマジで優秀。でもバランス崩したら足ついてもいいです。また続けてください。バランスを取りながら、これで運動神経がね養われますから、しっかり足をいろんな位置に動かして、やべやべやってもだ。残り3秒での事故、時間が最後になるとねバランス崩しますから注意。よし、反対、反対、もうやばい、もうバランス崩した、なんてこった。油断しちゃダメですね。集中して、こんな私は静かなところでカメラに向いて集中してます。ほとんど独り言です。見てくれている人はね、ありがとうございます。OK、 今度は立ってやります。立ったままで体を倒して足上げる、足上げる側に体を倒して、これで腹筋をねすごい使うことができてます。グッグって感じでね、体を倒したまま、難しい人は足ついてもいいです。上げる、つく、体を倒したままです。この方が腹筋に効かせやすいです。いてててて、 OK、 つりそうつりそう。よし、反対、必ず体を横に倒して動かす。これでしっかりね腹筋が使えて、お腹のチューブにねくぼみができてきますんで、かっこいいお腹を作ることができます。これ体をね1回ずつねこうやってやるとね、あんまり体にね力がね入らなくてね、ちゃんと倒したままで動かすことによって意識がしやすいです。ケツがいて、ケツよけ、あー、ケツいって、今度は斜め、体は真横です。真横で
対照的に足を上げます。これ体を倒さずにね、こうやってやっちゃうとね、手と足の運動になるんですね。なのでしっかり体を横に倒して斜めに上げれば、腹斜筋をしっかり使った腹筋運動になります。に倒して、こういうイメージ。こうじゃなくて、真横。真横から斜め上、斜め上に足を上げる。これでここがね、効いてます。効いてるんだ。 OK、 今度はねこういう感じ。OK、 体を横に振りながら、あんまり頭振っちゃうとね、目が回っちゃうんで、体を倒すだけ。これがしっかりね、体幹が鍛えられるウォーキングです。 OK、 次は斜め。体を倒すのは真横です。足は斜め。ちょっとむずいですよ、これ。ラスト、これでしっかりね、体幹が鍛えられて、お腹がへこんで、くびれができます。あー、効く。これは効く。腹筋より断然効く。いや、オッケー。いや、お疲れ様でした。しっかり胴体部分に効いたと思います。片足立ちのエクササイズもしてるんで、あまり使われない中殿筋も鍛えられてます。しっかり体幹部、腹筋の深層部、中殿筋、足の裏が鍛えられることによって、お腹のへこんだ姿勢、体のラインが良くなりますんで、2日に1回1セットでいいです。頑張ってみてください。やってみたいよという方、グッドボタンや感想を教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。